焼肉に来ましたよ。では乾杯。乾杯。マッシュうまいね、うん、これトラジのね、うん、トラジといえばこれね、ミックスナッツ、ミックスナッツだっけ、うん、マジさ、炭酸俺ら毎回この炭酸絞りなんだけどさ、あのさ、おばあちゃんがやっぱ大食いっていうかいっぱい食べるじゃん、めちゃめちゃ量少なくなるんで、焼肉の撮影とかじゃありえないからさそうそうそう、めっちゃ少なく感じるんだよ、これが普通じゃん。そう、焼肉するか、豚肉でも豚肉でも3焼いていいかな、うん、どうなったの、何でもいい、この薄くはないかな、これ3だから萌えちゃんちょうど2枚くる、え、いいの2枚も、うん、いいよ、パンよな、パン食べたかった、うん、うまい、パン、うまい、やわらかい、え、やわらかい、うん、うまい、うん、うまっ、うん、うまっ、米に合う、うん、びっくりたいし、おう、うわぁ、うまっちゃうじゃね、うまっちゃう、ホルモンサツ初めて食べた、いや俺もうまい、うん、全然食べやすいね、うん、ホルモン生で食うのかと思った俺もどうやって食べるんだって、茹でちゃう、うん、ビールうまい、バーイ、意外と野菜がすごい、お、入れた、食べていい、あ、これもあるよね、うん、まあ、とりあえず、あ、ミニキを食べる、いただきます、ミニタン、うん、やばい、柔らか、柔らか、レベチのうまさ、レベチのうまさ、うん、うん、うまっ、食べていいの、いいよ、ありがとう、めちゃくちゃうまいよ、うん、こんな味噛み切れんの、ね、うまい、うまいよね、うわ、えぐい、うん、米うまい、うまい、うまい、うま、うん、カルビ、あ、カルビ、こちらうまカルビと、うん、ハラミロースロースおば、こんな柔らかいよ、うん、うわ、うまっ、私、いいこと思いついた、個室の飲食店だってさ、うん、そこにスマホ置いてさ、YouTube 流してたらさ、家みたいじゃない、周りに座って天才じゃん、うん、いや、そうそう、俺さ個室のさ、逆にある、シャバシャバってさ、隣じゃんってこうなるじゃん、うん、結構遠いじゃん、うん、隣がいいんだよ、隣の方が話しやすい、話しやすい、わかる、できた、うん、何、カルビ、カルビ、いただきます、これあったよ、うん、油、うん、すごい、そうだよ、油いい、うん、やわらかい、やわらかい、うん、カルビ結構ね、カルビ食べた、いや、結構焼けてたよ、え、ほんと、うん、いっぱい焼けてる、萌えちゃん、そう、前回のトラックの動画で食べたところ、萌えちゃん、一品で焼けたよ、そうそう、私マジで網満帆になる、なるぐらい焼く、そうそうそう、マーマ君違う、俺、うん、俺は、うん、じっくり、でも、全然これでも2、3枚はじっくりと取れた、そうそう、でもマジでそういう人多いよな、
大人になるとそうなっちゃうね。びっくりしたら、初めてさ、知り合いとさ、焼肉行った時さ、なんか2枚を、いや2枚ずつ焼くの、はい、そうするといっぱい焼けばいいんだ。効率悪い。それが大人の楽しみ方なのかな。そうそうそう。でも、まえちゃんの食べ方でしょ。食べます。間に合わなそうだ。何が？どんどん食べる。あ、そういうことか。食べるの早いのかな。食べるの早い。これハラミだ、カルビ食べます、うん、おうん、うまっ、うまっ、麺合う。この前の火鍋とどっちがうまいの？こっち鍋もうまい、おいしい、うん。全部焦がしていってない。え、私がさ、ちょうど今アンバルトっていうか、まず全部焦がしてる。そういうよく焼き花で、うん、やっぱり食べる。うん、ホルモンこれやった。いや、ホルモン3種盛り、うん、煙やばい。ホルモンってさ、分かんないよね、加減が。分かんない。全部焼いたし。卵に。自分卵につけてたの。玉つけ。うん。うん、よく焼きついてる。パリパリだ。今めっちゃやんね。うん。これ食べる。あれ来たね。うまいね。お祭りみたいな。うまいね。お祭りでやっぱり。こんな煙出るんですか。味噌味。最近さ、猫の耳にハマってる。あー、そういえばね、俺作った。そうだ、俺作ったのは作ったの、うん、できたんだよね。おもろい、食べる。猫耳知ってるかな、みんな。最近流行ってるかも。知ってる人は知ってるかな。あれ、おもろいね。え、ラワーサイバーあるの。マジ、やってるか。焼き終わった？はい。パーマチにいらんないの？食べるよ。全部くるじゃん。いらんよ。食べますよ。初、これが2の、これホルモン。ホルモン。ホルモン博士なんで、こんな色々してて、こんな焼かれてる状態で。これ焼き肉屋になったら。どういうホルモン？ですか？ホルモンこれ。これ上手な上手な初、もう一度食べたの初、うまい、これホルモン、ダージャンハーツ、うまっ、うまっ、うまっ、それが好き。あ、ま、え、意外と、え、意外とこの前さ、火鍋行ったじゃん、行った、カモの血、カモの血食べたんよ、初めて食べてさ、まずかったよ。正直俺はもうマジで食えない。マジで頭が抱えた。なんかネットで調べたら、カモの血は美味しいってみんな言ってたの。なんかね、うまいし、なんかあの普通なんだって、火鍋に入ってるデコで、うん、俺が食べたのちょっと想像を絶する臭さで、なんか内臓みたいでプツンって感じ、食べる、グニグニ、プツンって感じ、うん。カエルは好きだったけど、あれ。お姉ちゃんカエルも食べた。カモの血は私もちょっとやばい、トラウマレベル。でも美味しい店は美味しいらしいよ。じゃあ今度もう一回リベンジしようかな。リベンジはしたい。無理。うん。食べたら思うか。おお。マッチョ。マッチョです。何映してんの？鳥だ。鳥だ。暑そう。前もちょっと食べていいよ。いいよ。あ、かわいいね、ネイルが。あ、そう、今日ネイル変えたの。今日ネイル行ったからね。紫です。え、熱そうじゃない？大丈夫かな？熱いよ。熱そう。うん。
まい。麺がマジでうまい。うまい。うん、ちょっと別格です。もう食べるわ。食べなはれ。麺がなんか冷麺の麺みたいなの。もちもちしてる。いただきます。それいいよね。私の好きなポイント。ポイント。耳の裏でも取ってよ。な。うまい。うまい。うまいね。うん。うまい。うまい。ピタップするよ。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後の感じずっと。取ってない。普通に楽しみました。はい。では帰ります。帰ります。はい。